ではなくて、もっとこう公共のもっといろんな人に触れるような公共物の方にやりたいなって思って、この学科を選んだっていうのがあります、はい。まあ、物を作ることがもともとは好きで、で副大の工学部の中でじゃあ自分が一番興味を持てるところってどこかなと思ったら、やっぱりいろいろなものを作っているところで、建築か社会デザインかっていうところを見つけてですね、でその中でもじゃあやっぱりなんか公共物とかいろんな人の目につくものにしようと思ってですね、社会デザインを選びました。その時にちょうど研究室に入る前なんですけど、あの渓谷公園のプロジェクトをやってることってもう知ったので、うん、おこれは行かなきゃと思って入りましたね。割とじゃああれね、戦略的に入ってきたよね割と最初から、ね、もうなんかもう入学する時からもあここがいいなっていうのも大体こうイメージができてたので、はい、入れてよかったですね。研究室の方だってやっぱりこう優秀な学生さんだったり、いい学生さんに来てほしいわけですよね。で熱意がある学生さんとか来てほしいので、そこで面接をするんですよね。で面接で自分の PR とか、それこそ対人力じゃないですけどコミュニケーション能力みたいなものをそこで見て、やっぱりこう自分が何をやりたいかっていうことをちゃんと自分の言葉でできないと、やっぱ社会に行っても困りますからね。だからそういうのを最初にこう訓練じゃないけど、そういうこう面接で見て見た上で、まあ頑張った学生さんはじゃあうちに来てくださいっていうような流れなんですよね。私も入学した当時から、もう1年生の時からもう絶対入って入ろうと思ってた研究室で、ずっとロックオンしてたんです彼女は絵がすごい上手かったんですよ、1年生の時の課題からすごい絵が上手いのはよく覚えてますね、だからすごく目立ってたのは覚えてますけどね。デザインをするにあたって結局その公園がどういった使われ方をしているのかっていうのをずっと調査をみんなでしていくんですけど、朝から晩まで、朝何時でしたっけ、8時とか、なんか人が来始める前ぐらいからもう夜のなんか 10時ぐらいかなまで、しかも冬場とかでずっと外でこう人の動線を追いかけて書いてアンケートして聞いてとかいうのをずっとみんなで、しかも一人とかじゃなくって研究室みんな巻き込んでやってたんですよね。っていうのですごいそこでやってて、その出来上がったものっていうのも確かにね楽しかったのすごいなっていうのもあったんですけど、やってる時の過程とかが、ね、すごいみんなで協力して声かけ合ってみんなの様子を見合ってやってたのがすごい、ね、なんか チーム力も生まれるし、うん、やっぱり一番印象に残っているのは渓谷公園の模型作りですね。本当に1月の末に卒業論文の発表会があるんですけど、その論文も書きながら渓谷公園もやっぱ少しずつデザインがやっぱり使いやすいように変わっていくので、その都度やっぱり見え方とかも変わってくるからですね、はい、それに合わせて作り直したりをしていくと、あ最初のもうプレゼンテーション用とかだけじゃなくてではなく、もうずっとその後も実際渓谷公園になるとこういう見え方をしますよって、初めてこうお会いする方とかにも見せたりしてですね、確認をしていただいたりするんですけど、もうその作業が連日連夜続くいてですね、すっごい楽しかったよね、うん、あれはすごい楽しかった、うん、深夜とかも逆に深夜のこうテンションがあってよし今ならすごい進むみたいなそれを立体的にこう確認する作業が模型で作るんですよ。ですのでこう私が書いたやつをこう大判のこうプリンターでこう出してですね、でそれをこう元にこうどんどん切り出していって、
でこうやっぱり木はもうちょっとこっちがいいねとか、うん、ベンチの配置はもう少しこっちの方が多分人の笑ってるとか座ってるのがこっちからよく見えてよりいい風景になるねとか、なんかそんなことをこう一緒にこう確認しながらどん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 最終プランをこう積み上げていくんですよね。もう本当寒かったんですよね。あのちょうど多分センターの日ですかね、センター試験の日とかですっごく寒くてあでもこれをちゃんとやったら自分の卒論が完成するんだとか思いながらやったのを思い出します。もう後輩にも先輩方にも手伝ってもらって、またタバコのポイ捨ての調査をやりまして、タバコその灰皿がなくなるなくならないって話があったんですけど、灰皿がなくなる前の1週間の朝と夕方4日間毎日タバコをこうてん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 って数えながら公園中を歩き回って、どこに落ちてどこでポイ捨てされてるのかっていうのが、をしてまた灰皿がなくなった後も同じことをしたんですけど、それは結構大変でしたね。だいたいその朝清掃が入るのが8時ぐらいなんですけど、それの前までに行って取らないといけないので、家が遠かったんですけど頑張って朝起きて行ったのがやっぱ印象が強いですね。一応全部この調査結果を全部福岡市役所に見せるんですよ。で見せてこうこうだからこうした方がいいですよっていう、まあ、アドバイスを市役所のその整備課にして、うん、あそうですねと、まあ、大学とお役所とその開発の設計とか建築施工会社ですね、そういうところはちゃんとこう連携していく中で彼女たちのその調査結果がこうすごい生きてくるんですよね。サイン、看板のデザインとか、今もともと文言板として作られた透明のボードがあるんですけど、それのデザインとかをやらせてもらって、そこに何を入れるかとかどういう内容を入れるかっていうところまで もうやらせてもらって、あとデザインコンセプト、実際どういうふうな考えでこの場所は設計してますとか、こういうふうにデザインしてますっていうのをやっぱりちゃんとこう利用者にもこう分かってもらった方が愛着も使い方も変わってくるので、そういう情報も入れてみてはどうかというのですね。あんまないんですよねそういうの、公園公共区は建築って多いんですよ。建築は建築家がここはこういうふうに作ってるんですよっていうのをお接種さんクライアントにこう直接説明できるでしょう。でも公共空間ってそういうタイミングはないんですよね。だから僕それすごい問題だと思ってて、で彼女がそのサインに関してはもう主体的にアイデアを出して、でもうこう自分でこうちょっと描いてみたらどうかっていうのをこう彼女初で僕が受けて、これはこうしたらいいんじゃないのっていうやり方で、基本的な先生が設計してくださったものをもう模型に作ってどう見えるかっていうのをメインにやってたんですけど、やっぱりその模型との今の公園との見え方がほぼ一緒なので、うん、なんかそういうところはすごく作りがいがあったなと思いますし、やっぱりスケールとかも合わせて作ったので、あこういう見え方をするんだなっていうのをすごく模型を作りながら学びました。実際何個かこう候補あって、何メートル幅でどんぐらいの間隔で置いていくかとかを実際に模造紙で、教会のまだ中央沿路って中央通路みたいなやつあるんですけど、あれの間隔とあと幅がやっぱりこう2メートルぐらいがないとこう利用できないとか、そんなこととかですね、幅の石と石を石の素材を変えることで道を見せてるんですけど、あんまり離れてると道っぽく見えないし、あんまりひっついてるとなんかこう一本線が入っちゃうしとかいうのをこういろんな感覚のものをいっぱい持ってってですね、で現地に持ってってで立ってもらって写真撮って、はい、っていうのを決めて、で空の上から見て、お綺麗になってるねみたいな感じで、それは嬉しかったですね。教会ができた後にソラリアプラザさんが改修をされたんです、はい、公園側の。でもともと反対側の入り口を改修しようって話だったんですけど、教会が綺麗になったからじゃあこちら側
回収しようっていうお話を実際にソラリアプラザの館長さんにお伺いして、で、企業公演ってこんなすごい波及効果があるんだっていうのをちょっと分かったっていうのがちょっと私の中で一番大きいことでですね、やっぱ先輩方の培ってきたものを証明したっていうか結構あの人の公園を利用される方がですね、うん、もう全部こう散らばってるんですよ。今までちょっと固まってたりとかあったんですけど、回収されることでどこでもいろんな人が使われてるので、やっぱいいコメント防犯と景観の両立ありがとうございます。合意形成とかもやるんですよね、研究室のテーマとして。合意形成、だから人と一つの物事を決める、だから例えば行政と住民とかいう、そういう区画整理事業とかっていうのは合意形成をしていかないといけないんですけど、彼女の先輩が今東北で、この前あったばっかりなんですけど、あの被災地で実際にその土地区画整理事業に当たっててですね、でも実際そういう合意形成の仕事みたいなのもやったりとかしてるみたいですけど ね、 ですね。あの個人説明会といって、やっぱりその地権者さんがどう考えてるかをこう聞く場面もあるので、そうですね、そういうところは研究室でのことが生かされてるんじゃないかなと思います。はい、私はあの河川、川のお仕事なんですけど、川って言ってもまあいろいろあってですね、護岸とか、あとはその席とか、あと公園、公園は私はその今やってるんですけれども、うん、例えばこう水に近寄ってパチャパチャ遊べたりとか、うん、飛び石を作って向こうの岸に渡れたりとか、そういった公園も作りますし、今はですね、北九州の方で道路沿いに公園を、ちょっと長いんですけど、設計を今やっておりますので、ちょっと研究室出れてこんなすぐに公園の設計が来るとは思わなかったので、はい、今はすごい勉強しながら、はい、させていただいてます。街広い街人と人との その コネクションを作るとっていう意味ではすごくいいかもしれないですね。人が多いっていう、いろんな人で、確かに一つのキャンパスにいろんな学部が集まってるのは全国でもないのよね、あんまり。だから、ああ、いろんな学部の人と会うからね。あります。社会に出ても結構副大の方っていっぱいいらっしゃるので、副大っていうとやっぱり、ああ、こうなるってなりますね。